第37回琉球新報活動賞贈呈式にご出席を賜り、誠にありがとうございます。この海による鉄板焼きステーキ店を創業、女性ならではの細やかな気遣いや医療過疎地の多様な要望に応えてきました。年間出動要請は250件にも上り、本島北部地域及び周辺離島の医療格差是正に貢献されました。ここにその功績を称え、琉球新報活動賞を贈り顕彰します。2015年3月5日琉球新報社、おめでとうございます。特に04年開設の夜間中学は、戦中戦後の混乱期に学校に通えなかった高齢者に義務教育終了への道を開くなど、その活動は沖縄社会に大きな影響を与えました。ここにその功績を称え、琉球新報活動賞を贈り顕彰します。2015年3月5日琉球新報社、おめでとうございます。鉄スクラップやプラスチックはもちろん、埋め立て処分されていた繊維やプラスチッククズを固形燃料化する設備導入など、そのたゆまぬ創意工夫は沖縄の他の企業の模範となるものです。ここにその功績を称え、琉球新報活動賞を贈り顕彰します。2015年3月5日琉球新報社、どうもおめでとうございます。女性が活躍する場を創出してきました。東京銀座や大阪にも出店し、2013年には東京のプロマーケットに上場するなど、沖縄の飲食業界の発展に貢献されました。ここにその功績を称え、琉球新報活動賞を贈り顕彰します。2015年3月5日琉球新報社、おめでとうございます。沖縄バレエの黎明期を支えてきました。卒業生は国際コンクール入賞や国内外のバレエ団で活躍し、宝塚歌劇団や芸能界などでも活躍する人材を輩出しました。ここにその功績を称え、琉球新報活動賞を贈り顕彰します。2015年3月5日琉球新報社、おめでとうございます。貴殿は県指定無形文化財八重山古典民謡保持者として、自らの技術を磨くとともに後継者育成に尽力し、八重山古典民謡や与那国伝統歌謡ドナン歌の普及発展に大きく寄与されました。ここにその功績を称え、琉球新報活動賞を贈り顕彰します。2015年3月5日琉球新報社、おめでとうございます。非団体は早原町の町道約 1.8km にカンナの花を植栽し、管理や除草作業を行っています。活動は地域交流の軸になるとともに、歩行者らを楽しませる話題のスポットを創出しました。さらに町町全体に波及し、他の市町村にも広がりました。ここにその功績を称え、琉球新報活動賞を贈り顕彰します。2015年3月15日琉球新報社、どうもおめでとうございます。沖縄の本にこだわり続け、180点余の書籍を刊行してきました。沖縄に関する歴史系、人類学系を中心に多彩なテーマの本を世に送り出すなど、県内出版界の先頭に立って出版文化の振興発展に大きく貢献されました。ここにその功績を称え、琉球新報活動賞を贈り顕彰します。2015年3月5日琉球新報社、おめでとうございます。社会人の皆様、祝賀会準備が整いましたので、これからご案内申し上げますが、祝賀会の座開きを舞台の方では、ご唱和よろしくお願いいたします。バイバイ。ありがとうございます。
ございます。ありがとうございます。